本日は、アフリカで工学研究者になるというタイトルで、話をさせていただきたいと思います。今年度の公開講座のテーマは、工学研究者アフリカへ行くというシリーズで、私のタイトルが、見るからにちょっと矛盾しているタイトルなんですけれども、工学研究者の間に挟まれた、変わり種として話を楽しんでいただけたらと思います。で、先に、結論から、言ってしまいますと、本日伝えたいことは3つあります。1点目はアフリカから教わる、アフリカで学ぶということと、2点目は専門にとらわれないことによる楽しさや気づきがたくさんあるということ。で、3点目、この2点目とちょっと矛盾するんですけど、やはり、専門性を持ってアフリカで活躍するっていうその楽しさというものを、この今のプロジェクトに関わる中で大事だと感じているので、その話を、したいと思います。で、この3点がどういうことかっていうのを、私のアフリカでの経験をもとに、本日話ができたらと思っています。で、私がアフリカに関わるようになってからの経歴は、こちらのスライドの通りです。初めてアフリカに降り立ったのは2010年でした。で、その後、2012年にアフリカ専攻に入学し、2015年からは3年間、タンザニアで国際協力の仕事をしました。そして、2018年から、マンガードプロジェクトに従事しています。で、本日は、大きく、前半と後半で、話を分けて、話したいと思います。一つは、私がアフリカに関わるようになってから、アフリカで、どのような仕事をしていたか。で、後半は、工学研究者と出会ってから、この今のワンガードプロジェクトに携わるようになって、どのようなことを考えているかということをお話したいと思います。少し、詳しく見ていきます。2010年に、初めてアフリカに、2週間、スタディーツアーという形で、ケニアに滞在しました。で、このことをきっかけに、アフリカのことをより深く知りたいと思い、2012年に、京都大学のアジアアフリカ地域研究科のアフリカ地域研究専攻に入学しました。で、この時期はですね、特に、やはり、そのアフリカから教わるというものが、まあ、今もずっとそうなんですけれども、この時期は特に、アフリカから教わるということがとにかく多かったように思います。で、この、2012年に、アフリカ専攻に入学してから、東アフリカのケニアでフィールドワークをしました。具体的には、牧畜民のマサイの村で住み込み調査をしています。この写真の通りですね、牛を飼ってる、マサイの人たちの、村で、そのマサイの人々がどのような暮らしをして、どのような関心を抱いて何を考えて日々生活をしているかと、非常に漠然としていて、これを捉えるのは非常に難しいんですけれども、こういうようなことを、研究課題として、住み込み調査をしていました。何枚か写真をお見せします。こちらは、まだ緑が多い方なんですけれども、半乾燥地で牛が点在している、アフリカの大地の、写真です。で、こちらも、牛だけじゃなくてですね、ヤギとも一緒に、暮らしてまして、お世話になってたホストファミリーの子供たちとヤギの写真。で、右下はですね、こちらは実はタンザニアとケニアの国境沿いの村に、住み込み調査をしてまして、この山を越えるとタンザニアに、行けるという、歩いて2時間ぐらいですね、ずっとこの何もない大地を歩いていくと、タンザニアにたどり着けるというような、場所でした。で、一見するとですね、非常に素朴な生活をしているように見えました。ところが、よくよく調べてみると、この村では、大きい、非常にでかい規模の、観光ロッジが、作られていました。この山の奥にですね、山の上にこう、立っている観光ロッジなんですけれども、拡大するとこんな感じで、部屋の中は、こういうような白い石英の床と壁で、草木で作られた屋根が、あしらってあります。で、山の、景色が見える側には壁が一切なくてですね、こういうふうに、部屋の中からアフリカの大地を一望できるような作りになっています。で、壁がないと当然、虫とか蚊が入り放題なので、寝るときはこのキングサイズのベッドの周りに特大の巨大な蚊帳を張って、蚊とかをシャットアウトして、寝ることになります。こんな、水路とかを作っちゃったり、夜になったらライトアップをしてみたりですね、非常にゴージャスな、豪華な、ロッジができていました。
で、これはですね、一泊、人、家族、一泊10万円から20万円ぐらい、かかるような、非常に豪華なロッジで、先ほど言った通り、そのタンザニアとケニアの国境沿いの村だったので、電車はおろかですね、バスとか、車の交通手段もかなり限られているということもあって、小型の旅客機で、観光客はやってきます。で、地元のマサイの人たちが売ってるビーズなんかをこうお土産に買ってですね、現金をこの地域社会に落としていくということを、この観光ロッジはしていました。ところが、この私が、行った、2012年から13年当時、このロッジが閉鎖していました。で、理由はですね、その莫大なこの富、現金収入、富をめぐった地域住民の対立から、このロッジが閉鎖しているという状況でした。で、こういった、その一見素朴なマサイの地域社会に莫大な富をもたらす観光ロッジ、エコツーリズムのが、現地に現れて、これに翻弄される地域社会、地域住民というものを題材に研究しました。でもちろんですね、この観光ロッジができて、こう、大金が生まれて、こう、住民が争ってるっていう、こう、ゴシップ的な取り上げ方だと研究にならないので、アフリカの土地問題を考える上で重要な集団ランチとか、マサイ社会を捉える上で重要な年齢改定という、キーワード、切り口をもとに文化人類学的な研究分析をしました。で、細かいところはですね、この今日の本題ではないので、話し始めるとキリがなくて、あっという間に時間が経ってしまうので、この辺で、やめておくんですけれども、ただ、その、ご覧の通りですね、私はこの時点では、工学ではないどころか、理系ですらなかったのです。で、まあ、でも、東アフリカのケニアのフィールドワークを通して、非常にたくさんのことを学びました。で、言語とかコミュニケーションとか、アフリカの人たちとの人付き合いの仕方とか、そういうことはもちろんですね、アフリカのヘキソンに行くと、こんなところでお前は何をしているんだとか、何のために来たんだとか、もっと言うと、その、お前は何のために生きているんだとか、なんかそういう、こう、実存を問われるような、問いかけに会うことがあって、その度に、そのアフリカの人たちがどういうふうに、生きてるかとか、何を考えてるかっていう話を聞いて、こう、多くのことを、こう、アフリカから教わる時期だったと、今、感じています。で、同時にですね、この地域住民の人たちがこう、争って観光ロッジの利益とか、地域社会のためにこう、まあ、いろんな活動をするんですけれども、なんかそういう時にその地域社会の住民たちは必ずしも利己的な利益のために戦ってないっていうことを痛感する場面がいっぱいあって、そういう中でもですね、こう、誰のために戦うかというか、何のために仕事をするかみたいなところを、考えさせる機会も、たくさんあった。ですね。で、この、まあ、アフリカから教わるとか学ぶっていうのは、今回のこの、校外講座を受講されてる皆さんには、まあ、今更かもしれないんですけども、やはり私もここのアフリカ専攻に入学してから、徹底的にこう、アフリカから教われというのを叩き込まれていたし、私もこの姿勢を貫こうとしていたっていうことから、やはり、学ぶことが多かったように、感じています。で、そんな、題材でですね、修士論文にあたるその博士予備論文を書いた後、私はその研究をそのまま続けずに、アフリカで仕事をしたいと考えて、いくつもこう、応募書類を出して就職活動をしました。で、たまたまその中で、タンザニアにある、日本大使館の、草の根無償支援という、契約の仕事なんですけれども、そこの担当官として、拾ってもらうことができました。で、ここから3年間、タンザニアで、国際協力の仕事を、しました。で、ここの3年間の、経験から、最初にお伝えした、2点目ですね。その専門にとらわれないことによる新しい出会いや気づきと、楽しさというものがあることを、痛感、認識しました。ちょっと具体的に話を進めていきます。で、まず、そもそも、タンザニア日本大使館のその草の根無償支援っていうものが一体何なのかっていう話なんですけれども、いわゆる、箱物支援です。ハードの支援というか、その物とか、物品をあげる、もしくは、物を建てるっていう支援です。で、こちらの、下の写真は、学校の学生寮の、学生寮を建てた時の写真です。で、こういう教育関係とか、あとはその医療、病院の病棟とか、そういうものを建てる案件っていうのは非常に多かったです。
で、こちらの写真はですね、障害のある、耳が聞こえないとか、足が悪くて歩けないとか、そういう障害のある方々に、こう、手工芸をしてもらって、そういうものを売って、観光客に売って現金収入を得る施設を、建てた時の写真です。これは、私が直接関わった案件じゃないんですけれども、こういう案件もありました。で、こちらもちょっと特殊な感じなんですけれども、自動車教習所っていうものは、実は、アフリカにほとんどなくて、東アフリカには、ケニアを含めて、数えるほどしかないですね。その、教習所っていうのはあるんですけど、教習道路を備えた教習所っていうのはなくて、もうほとんど座学が終わったら、実践の運転教習っていうのは全部、実際の路上で始まるっていうのが、当たり前なんですけれども、そういう中で、こう、教習道路を備えた教習所を作るっていうのが、こちらの、案件です。で、こんな風にですね、草の務所の、具体的な案件っていうのはですね、建設案件が全体の、4分の3を占めていて、残りの、まあ、4分の1弱が、機材供与と言われる、ものをあげる。例えば、今だったら、その、呼吸器を病院にあげるとか、人工呼吸器ですね。そういうものを病院にあげるとか、そういう案件が多かったです。で、規模としては、全世界で120カ国以上で、年間800から900件、実施されています。とにかく数は多い方だと思います。ただ、予算上限は1件あたり、1000万円というふうに、建設とか国際協力の文脈だと比較的小規模な、ものが多いです。で、分野に関しては、この表の、これは2018年の実績なんですけれども、ちょっと、3年前で古いんですけれども、教育分野が圧倒的に多いですね。で、医療系と、あとはインフラ系っていうのが、いくつか、社会インフラ系っていうのがいくつかあります。で、後ほど、お話しする道路案件というのはですね、2018年の実績で12件しかなくて、非常に少ないです。で、この草の根案件、その比較的小規模で、やるっていうところで、利点がありまして、3点。地域住民に直接被益する案件で、もう一つはその、小規模なので小回りが効くっていう点で、1年、2年でこう、建物が建つ、足の速い援助っていうところが特徴的です。で、もう一個はその、地域社会の多様なニーズに対応ができるっていうところも、あるんですけど、実質、実像としては、この、表グラフに、見た通り、まあ、答えられるニーズは偏ってるっていう状況です。で、もう一つ、大使館が主管機関として、入ってるっていうのも特徴でして、これはどういうことかっていうと、大使館から地元の、NGO であったり、地方自治体に、資金を供与、直接資金供与して、地元の地方自治体が地元の施工業者にもう発注をして、設計をさせて発注をして、案件を実施するっていう、パターンが多いです。で、この体制だと、その、ご存知の方も多いかと思いますけれども、その経験とか専門性がある施工業者、途上国においては、かなり限られています。なので、特にその地方の、壁村であればあるほど、この専門性がある施工業者っていうのは、ほとんどないような状況なので、なので、事業対象範囲が局所的で、実施と維持管理が容易な学校とか病院とか、図面とか設計をコピー&ペーストで建てられるような、建物の、案件が多いという、こういう実態があります。ところがですね、私がその大使館の、仕事をしているときに、2015年に、そのタンザニアの南部、モザンビークとの国境沿いの村からですね、道路整備の案件の要請が大使館に届きました。これは600メートルの道路整備の案件だったんですけれども、このような、地元は状況で、かなり足場が悪くて、四輪車はほとんど通行が難しいとか、二輪バイクでようやく動けるような、道だった状況でした。で、この、道はですね、その、つながってる村から、マーケットがあったり、病院がある、町に出るのに、接続してた道だったんですけれども、ここの道が通れないがために、1時間、別の道を回って、遠回りをして、地元の住民の人たちは、その、通行していたっていうことがあって、かなり、ここの、
道のを直すっていう緊急性は高かった状況です。で、結論から言うとですね、この2016年にこの案件が実現しまして、これは、理由が2つあって、住民参加型で実施したっていうことと、国際 NGO の、これは木村先生、久林先生が運営されている道部新人の参画があったために、この道路案件っていうのが草の根省で実現しました。で、先ほど申した通り、その1000万円で、道直しをするっていうのはなかなか、予算的にも厳しいんですけども、この住民参加型で、NGO が参画したっていうところから、実現が可能になったものです。で、写真を少しまたお見せしますけれども、こういう感じで、住民の人たちがこう手で、コンクリートをこねて、地元の、女性たちも参加して、コンクリートを脱雪していったっていうような案件です。で、住民たちがその昼間、あと昼食にはですね、この住民たちが炊き出しをして、この住民参加で施工している住民たちを、一緒にこう輪になってご飯を食べている様子がこの下の写真です。で、この右上が、施工した地図なんですけれども、ご覧の通りですね、急カーブが2箇所ありまして、この急カーブの部分には、土のうで、擁壁を作って、カーブを克服して、道を建設していきました。でこちらが、ビフォーアフターなんですけれども、一目瞭然で、なかなか、交通が難しかったところ、無理やりバイクで通ってたようなところが、こう、まあ普通にと言いますか、問題なく通行できるようになったような状況でした。で、これはですね、先ほど、申した通り、NGO 道部新人の存在があったから、これが実現したという状況なんですけれども、この時の実施体制がですね、この、表に、このスライドの表に示した通りです。大使館と、地元の、地方自治体の間に、道部新人が入ることによって、その地方自治体からその事業管理委託を、受け、道部新人が設計、詳細設計と、技術指導を、現場に行いました。で、その自治体からはですね、その道部新人のローカルスタッフに、工事の進捗状況を確認し、工事費の支払いをするという体制で、実施しています。で、この、道部新人の本部と道部新人のローカルスタッフが地域住民の人たちに指導、作業の指示をすることによって、地域住民の、住民参加型の施工ができたと、実現したという、ことです。で、これはですね、前例のない実施体制で、この道部新人が、こう、複数の、このトライアングルの、鍵を担うことで、こう、密な連絡体制を作って、で、かつですね、やはりここは非営利団体だからこそ、これが、実施できたという、案件になっています。で、個人的な立場からはですね、このドロー案件っていうのは非常に、印象的な案件でした。で、年間、大使館では、私は年間10件程度のこう案件を、大使館で管理していたんですけれども、その中でも、印象に残った、案件でした。で、その実施体制がこう特殊だったっていうところももちろんあるんですけれども、2点、印象に残ったことがあります。で、一つは、その道路案件の形成時に、木村先生に出会って、そこで、国際協力とか、その支援をした後に、その何がその土地に残るかという視点を、持つことの大事さです。で、木村先生が、実施されている住民参加型の道直しでは、その道直しに参加した青年が、これはもうすでに木村先生や福林先生の講義でも話があったものですけれども、その道直しに参加した青年がこう身につけた技術とか経験をもとに、小さな町工場を始めたり、その新しい仕事を生み出したり、地方自治体の次の仕事を受注したり、していたですね。で、その大使館にいるとですね、やはりその箱物支援にこう終始している部分があって、その箱物支援に終始するのではない、こう、関わり方、支援の実現、を、まあ、目の前でこう見ることができたっていうのは非常に印象的だったんですね。で、その道路整備っていう一見こうハードな支援なんですけれども、こういう活動から持続可能な発展につなげられてるっていうのが、
非常に重要なポイントだったと、感じています。で、もう一点はですね、こう、専門にとらわれないことによって、こう、新しい出会いとか、楽しさ、気づきがあったっていうことですね。これが、今日2点目伝えたかったことなんですけれども、その、まあ、見慣れない道路の設計断面とか数量計算っていうものを見ながらですね、私はこの案件を担当する中で、こう、まあ、悪戦苦闘したわけですけれども、その中で、やはりこの木村先生や他の、その工学系の専門家の方々と、知り合う機会、語り合う機会が得られたっていうのは非常に大きかったことです。で、まあ、これもアフリカだからこそ、こう、専門外の仕事に、まあ、なかなかこう、日本にいると、こう、専門外の仕事っていうのは、携わる機会っていうのは限られてるとは思うんですけれども、まあ、アフリカだからこそ、こう、まあ、人材が限られてるっていうところもありまして、まあ、これまでつながりがなかった人間関係が生まれたり、そういう中でこう、自分の専門とは違うと、こう、切り離さないで専門の枠を超えて、取り組むことで新しい楽しさが、新しい気づきとか楽しさがあったと、感じています。はい。そのような形で、2年間の大使館の契約が終わった後、1年間だけその JICA タンザニアでの研究プロジェクトに従事しました。で、この、研究プロジェクトはまたちょっと、深く話し始めると長くなってしまうので、今日は、触れませんけれども、まあ、研究プロジェクトを途上国でするっていうことの、まあ、楽しさとか難しさっていうのを、この1年間で、学んだんですけれども、この仕事が終わるときにですね、次の仕事をちょっとどうしようかなとまた、就職活動を始めてたときに、木村先生と重田先生に、声をかけていただいて、そのエチオピアで、道路整備の案件をするだけれども、一緒に仕事をしませんかと、声をかけていただきました。で、そこから、このマンガードプロジェクトに従事することになるんですけれども、まあ、正直に言うと、最初は不安がなかったわけではないです。で、理系、前半で話した通り、全く理系のバックグラウンドもなかった自分がですね、その工学研究に携わるっていうのが、一言でうまく言えないんですけれども、とにかく未知数だったわけですね。自分がこう役割を果たせるかっていう点もありますし、まあ、工学研究者になるっていう、イメージも湧いてなかったですし、その、まあ、プロジェクトが終わった後どうするかっていう問題もありましたし、まあ、その、まあ、いろいろ悩んだんですけれども、先ほど申し上げた通り、その道路案件っていうのはやはり非常に、印象深かったし、学びが多かったっていうこともありまして、今回、この、プロジェクトに、ぜひ関わらせていただきたいと、考えて、2018年9月からこのマンガードプロジェクトに従事を開始したという、状況です。で、最後10分ぐらいでこのマンガードプロジェクトについて、私の立場から、話をしたいと思います。大きく3点です。おさらいになりますけれども、プロジェクトの概要と、その、プロジェクトの中で、私がどのような仕事をしているかっていうのが2点目。で、最後に、プロジェクトの今後の展開に触れて、今日の話を終わらせたいと思います。で、プロジェクト概要は、もう、冒頭に、金子先生が紹介して、くださったので、あまり深く話す必要もないかもしれないですけれども、2019年から、JICA と JST の、共同出資で、日本とエチオピアの大学が、共同研究をするっていうプロジェクトです。で、内容は、植物を使った土質改良剤を開発し、現地の道路災害っていうものを低減することです。で、これが、これはもう木村先生の、講義でも、見ていただいたスライドだと思うんですけれども、日本側の4大学とエチオピア側の2大学と、エチオピア道路公社という政府関係機関の、共同研究になっています。で、この写真の通りですね、道路災害を発生させる土壌というものを改良して、道路災害を低減したいというものです。で、実施場所は、アジスアベバ大学、アジスアベバ科学技術大学というところと、あとはそのエチオピア南部の、ジンカという、南オモ県のジンカという町で、実施しています。で、研究手法は、これは日本国内でセルドロンという製品がありまして、この柔らかいこうドロドロの、土にですね、このシュレッダー紙の、微細粉を混ぜることで、固化させて、
なかなか扱いにくかった土を扱いやすくするっていう、技術が日本にあります。で、これをですね、エチオピアに現地化したいというのが、プロジェクトです。で、こちらのスライドはですね、各題目の活動というふうに書いてますけれども、大きく、3つのコンポネントに、分かれて、3つのグループに分かれて、活動しています。で、1つは、地盤工学研究ということで、土をとにかく、本当に地道なところから、土をこねて、研究するところから、その土にセルドロンを混ぜて、どういう物性の変化がするかとか、そういうことを、研究するグループ。で、題目2に、コンポネント2、題目2については、実際に現地の植物を使って、この土質改良剤を、開発するっていう題目2です。で、題目3は、その開発した、材料をもとに、地元住民の人たちと一緒に、道路整備、道路改善を、していくっていうのが題目3の活動です。で、私はですね、こう、横断的に、割とこの題目1か題目3の活動に関わらせていただいています。こう、中途半端な関わり方にならないように気をつけながら、やってるんですけれども、時にはエチオピアの研究者と一緒にこう土をこねて、地盤工学の実験をしてみたりですね、題目2のその植物を粉体化させて、それに薬品をつけて、現地の研究者に分析してもらったりですね、そういうことを進めています。で、題目3についてはもともと私が、バックグラウンドがある、人類学的な調査、地元に入って、地元の住民たちと一緒に社会調査を進めるっていう活動なので、これはちょっと、コロナ禍でなかなか進められてない部分が多いんですけれども、また、今年の春以降、順次進めていけたらいいなと考えている部分です。で、具体的にはですね、どういう、まあ、仕事かっていうと、その、私は今、プロジェクトのその業務調整と、研究員の仕事を、やらせていただいています。で、まあ、この仕事の中で難しさとやりがいっていうふうに書きましたけれども、まあ、まず何と言っても、その皆さんの想像に難くないと思うんですけど、流動的な社会、まあ、悪い言い方をすれば、不安定な社会でプロジェクトを実施するっていうのが、改めて難しいと、感じています。で、特にこの1、2年は特にコロナ禍でですね、なかなか日本人研究者が現地に行けないという状況があったり、エチオピアについてはこの1年間、その社会情勢が不安定で、日本人研究者がなかなか日本、エチオピアに行けなかったという、状況があります。まあ、でもそういう中でやっぱこう、どうにかこうにか工夫をしながらプロジェクトを実施するっていうのは、やっぱ楽しさでもありますし、やりがいにつながっているように思います。で、2点目は、現地の方々とか、まあ、研究者、大学院生との良好な人間関係を、こう、維持していくっていうことかなと思います。で、特に、現地の方々は、やっぱ、いろんな、我々の常識が通用しない方もいっぱいいらっしゃいますし、まあ、そういう中で、まあ、良好な人間関係を築いて、プロジェクトをやっていくっていうのは、やっぱ、楽しいことでもありますが、同時に難しさでもあるなと思っています。で、3点目はですね、その業務調整と研究の両立なんですけれども、この右下の図はですね、一般的なサトレプスの、実施体制の図なんですけれども、日本側の研究者と、現地研究者が、実験とか研究を進める中で、業務調整員っていうのは、機材の調達であったり、そのプロジェクトを進める上で、必要な、後方支援をする、立場の役割です。で、時にはその JICA と、調整をしながら予算管理をして、そういう機材調達を進めたりっていうことをするんですけれども、主にそのプロジェクトの活動は、やはり日本人研究者とエチオピア研究者が、JICA JST と調整しながら、進めていくっていうのが、基本的な実施体制です。ただ私はこの、これは木村先生の提案で、業務調整員とプロジェクトの活動に関われるように、研究員としての立場も、貸していただいて、その業務調整と研究員として、この前例、実はこれ前例がない体制なんですけれども、この仕事に、従事しているという状況です。で、ただ、やっぱりその、業務調整だったら、業務調整だけやっていいってことだったら、その降ってきた仕事とか与えられた仕事、だけでいいんですけれども、それだけではなくて、こう自分で研究っていうのはこう、やっぱ自分で積極的に考えて、時間を確保して動いていかないと、自分から動いていかないと、なかなか研究っていうのは、できないし進まないっていう、ことが、
当たり前なんですけど、そういう、課題というか挑戦があって、なかなかまだまだここの業務調整と研究の両立が、うまく個人的にはできてないと感じている部分ではあります。工学研究への理解というのは今の段階ではこう進めば進むほど楽しいと感じていて、まあこれは明らかにやりがいにつながっていると、感じています。で、そしてもう一点、私はこう地域研究の出身で、今工学研究者の中でこう揉まれている状況でして、やっぱりどうしてもこう社会基盤工学、地盤工学者とアフリカ地域研究者、人類学者っていうものをこう、比較、比べてるわけではないんですけど、こうなんか対照的にこう見てる部分があるんですけれども、なんかその中でやっぱ意外というかこう、まあ不思議な親和性というか、共通点を感じるところがありまして、もちろんこう、ゴリゴリの実験をしながら理系でやってる方々と、文献調査とか現地での、現地というか、そういうものを、社会的なものを、題材に扱うことが多い地域研究者なので、違うところはいっぱいあるんですけれども、それでもなんかこう、大事な、なんていうか根幹に関わる重要なポイントで、共通している部分があると感じています。で、一つは、現場主義っていう点ですね。で、これは、多分地盤工学研究者は、実験で得たものとか、現地、実験現場で得たものっていうものとか情報がやっぱ第一義にあるっていうところがでかいのかなと思うんですけど、もちろん我々研究、地域研究者も、その現場で見たものとか、現場で聞いたものとか、現場で、起こっていた出来事っていうのが、やはり、かなり重要な、要素であるっていうところが、非常に、こう、現場主義っていうところが、重要な点で、共通点だと感じてます。で、もう一つは、こう、ま、なんていうか、これもちょっと変な言い方かもしれないんですけども、人間重視というか、なんていうか、こう、理論とか論理とか、そういうものはもちろんあるんですけれども、現場でのその人間の、立場とか、人間関係とか、そういうものが重視されてるっていうところが、こう、なんていうか、親和性があるように、個人的には感じていて、面白いなと思ってます。で、まあ、この、今、プロジェクトに携わる中で、まあ、総じて、やはりその、なんていうか、その、エチオピアにいらっしゃる工学研究者とか先生がですね、こう、生き生きと現場で、現地で活躍している様子を見ると、やはりこちらも楽しいし、こう、まあ、憧れる部分がありまして、こう、先ほど2点目に挙げた、その、専門にとらわれるなとか、言っときながら、3点目はこう、アフリカ専門を生かす楽しさっていうのを、言ってしまってるのもあれなんですけれども、まあこういう、専門を生かす楽しさっていうのが、非常に、感じている部分です。はい。もう、ここまでで私、が話したかったこと3点なんですけれども、最後に少し、マンガートプロジェクトの進捗と、その私の立場からですね、進捗と今後なんですけれども、まあコロナ禍と社会情勢不安によって、双方の、エチオピア日本双方の研究者のところに制限がかかっていましたけれども、そういう中でオンライン会議等を通して、遠隔で実験指導とかディスカッションとか、社会調査を進めてきました。で、3年間で、それと同時に、3年間で、5名の博士課程留学生を、先生方に受け入れていただいていまして、工学研究分野で3名、地域研究分野で2名、すでに受け入れています。で、もう一人、実は受け入れられるように今、準備を進めているところなんですけれども、こういう、留学生の活躍っていうのも、このプロジェクトではかなり大きいです。で、今後の展開としては、その2020年4月以降、エチオピアの情勢も落ち着いている状況になっているので、徐々に渡航再開をしながら、留学生とともに日本でも実験を進めながら、現地で実験と社会調査を実施していきたいと。いけたらいいなというふうに考えています。で、国際協力の分野でこう上位目標という言葉遣いがされるんですけれども、プロジェクト の上位目標というのはこういうスライドの通りです。で、残り2年間の期間でこの目標を達成できるように、そして同時にですね、私もその工学研究者と自称できることを目指して、このプロジェクトに努めていきたいと考えています。すいません、ちょっと早口な部分もありましたけれども、ご清聴ありがとうございました。